はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ターボンです。ターボンが実況するアサシンクリードオリジンズ。今回は、第13回目続きの方をプレイしていこうかなと思います。前回から、バイクは、ターゲットの人にトカゲの情報を知るため、メンフィスに向かうというところで、追っておりますので、この続きからプレイしていこうかなと思います。いやだいぶね、やれることとかね、いろいろ武器の方も揃えてきましたんで、まあ、いけるでしょうよ。早速ね、プタハの大神殿でパシェレンプタと会話ということで、パシェレンプタさんという人がいらっしゃると思うので、ちょっと話を聞きに行きましょう。マップ的に言うと、ここだね。サブのミッションも、あ、結構ありますね。情報提供者みたい。あ、いるぞ、また。ストレンジャー。これレベル28だからまだ倒せないな、これな。路上の子供たち。さて、ターゲットの方もね、だいぶ倒してきたんですけども、まあ、どんな感じで物語がね、進んでいくのか全然わかんないですけども。新しい場所を発見した、プタハ神殿。ほほーん。ちょっとレベルもね、上げなくちゃいけないですよね。だんだんこう、やっぱりレベルも、そのクエストをやるためには、そのレベルにね、達してないと、多分クリアすることができないので、結構レベル上げっていうのも、今回のアサシンクリードシリーズでは大事な要素かなと。あ、レベル22とかだね、この辺にいるの。怖いな。よいしょ。すいませんね。通ります。通ります。パシレンプタさん、どこにいるのかな？多分、儀式の手順をいくつか忘れたんだ。それ以上聞いたら吐く。これだけは間違いない。子供が死んだら私も。死ぬわ。我が妻よ、そんなこと言うもんじゃない。私、予言の家に行かないと。邪魔をしないで。大進行。バイク、すみません。私はトカゲを探しに来たんだ。そうか、トカゲを。メンフィスにまたしても災難が。街は色あせ、暗闇に落ちる。病気、疫病、そしておぞましい悪臭。アピスの牛は病にかかってしまった。神々に見捨てられたのです。皆私を指導者と頼りますが、私も同じように迷っている。おい、アピスよ、なぜこのような仕打ちを。大丈夫か。呪いは私の家にも及んでいます。私の妻タイムホテプは今年に入って3度も流産したのです。また子を宿せましたが、もし4人目を失ったら。おい、この呪いについて調べてみよう。預言者の協力を。彼の家は南西です。本当に神の怒りなら、審判の時には俺も共にひざまずこう。なんか疫病とかが流行ってるみたいですね。預言者に行き、タイムホテプと会話。まあ、この時代というか、まあ、エジプト、まあ、古代エジプトなんですけどもね、今回の、この世界観っていうのが。なんか神々の怒りとかって言ってるぐらいですからね。こういう
疫病のことを流行ったりとかするとね、ああ、神々の祈りだって皆さん思ってるんですかね。今ではそんなことないと思うんですが。よいしょ。まあでも、だいぶ今までの街とは確かに雰囲気は違う気がするな。確かになんかこう全体的に暗いというか、なんかそんな感じがしますね。ここか。さてさ、その預言者という人はどんな方なんでしょうかね。姿を現せ、育て、光よ。ああ、私の子。おお。ようやく現れたな。この方は？彼は救い手だ。何年も彼のことを待った。何？早く私の子を死から遠ざけてちょうだい。それでは儀式を続けよう。大鍋をこちらへ。大鍋を儀式で。我は秘められし者の囚人。冥界に眠る魂の姿。よいしょ。我は神に仕えしも。ここに置けばいいんですか。なんだよ儀式って。阻止すよ。ここにその姿を表し、偽りなく我に答えたまえ。目を開かせたまえ。水気を持たぬ者、流れより現れたまえ。阻止すよ、この者の目を開かせたまえ。目を開かせたまえ。え？何が起こったの？なんか飲んだら混沌したね。どういうことだい？これまたあれなんじゃないの？預言者の人がトカゲでしたみたいな感じなんじゃないですか？これ。すっごい怪しいけど、あの人。あ。なんだこれは。どうなってるんだ？ロードの画面に来たぞ。さあ、セーブが入って。これどうなるんですかね？また武器とか。山のような姿。あ？あ？さあさあさあ、なんだなんだなんだ、怖っ。あっ、セヌか。えっ、と、なんで、なになに、どうすれば。この神に見捨てられし場所はなんだ。どこれでもこの人だって。あれはなんだ。あれ、なんなんだ。墓か何かか。何かかがり火、かがり火が。ちょっと行ってみよう。なんだこれ。うわ、こういうの。動き続けなければ砂漠に飲み込まれる。なんだこれは。か、顔？石像だね。石像というか銅像か。ちょっと行こう。うわ、超怖い。なんかだんだんなんか地下にさ行ってるな。下がってる。なんだなんだなんだ。なんかのまた神殿かなんかに繋がってんのかな。お、おお。あの影。魂を食らうものだ。何、魂を食らうものって。なんか竜みたいのいたけど。おお、怖え怖え怖え。なんだなんだ、これが何ですか。呪いとかっていうやつですか。おお、神の扉を守りし門番たちよ、魂を飲み込み死者の亡骸を食らう者たちよ。何何何何が起ころうとしてるんだい。だいぶカメラが遠くなったけど。どのような旅を重ね、何を目にしようとも、この身はあなたの一部。え、誰かいる。誰かいるよ。
なになに？今度の敵は自分自身だとかって言うんじゃないんでしょうね。なんだなんだ？なんか光ってるな。え？血まみれだけど。なんだ？あ？なんだ？ん？なんだ？心臓か。あー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 あああ。あらー、蛇だ、竜じゃない、蛇だ。あーあーあー、怖え。やめろ。おえ、え、あー、おー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 おお、わわわわわ、なになに、コブラだ、コブラ。あ、セヌが。え？なんだ？なんだいなんだい。何が起ころうとしてるんだい。まさかあの蛇と戦うっていうことはないでしょうよ。そんな、そんな無茶ぶりある？あ！なになになに？光る弓と光る矢で？なんだいなんだい。おおおお、かっこいい。おおおおお。なにいきなり世界観。え、なに、ほら、冥府の王よ。毒の原因はこの大蛇か。冥府の王移動してる。うわ、危ね。え、でででくそ、毒だ、くそ。心臓を返してもらうぞ。返せ俺の心臓。よし、ワペブも傷つくか。危ねえ。でででくそ、船が移動してるからすげえ狙いづらいぞ。よし、そここの輝く弓で混沌を払ってみせよう。輝く弓でっつって、どこ行った、あれどこ行った、危ねえ。あいででででおお、力を、おお、痛い。もういきなり何よ、もうどこだ、どこ行った、やべえ、見失ったな、そこか。危ねえ危ねえ。破滅をもたらすものよ、覚悟はいいか。いやでもすげえ硬いな。化け物め、玉結びにしてから社に縛り付けてやる。聞いてるの。よしよしよし、頭狙おう。もうどんなモンスターでも頭ですから。なんか別のゲームになってるけど。あ、よし、よし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 。心臓を返してもらうぞ。怖い怖い怖い。あれ、どこ行った？後ろ外した。ここあれだな、毒のところあれか。えでででで、溜めて、よく狙って。破滅をもたらす者よ、覚悟はいいか。よしよし、いけるいける。痛いか。どこる、右か左か。なんかうおっ、おいでー、くそー。いってー、またそっちか。この輝く弓で混沌を払ってみせよう。お、よしよしよし。いきなり何が始まるかと思ったら、だいぶ傷ついてますね。おお、あー、やばい、船壊された。マジで第2ラウンドってか。怖い怖い怖い。あー怖いよ、どうくる。
とマップをマップを覚えないと。よし、遠距離攻撃だったら得意だから。どこ行った？そこか。いてててててヘビ嫌いなんだよ俺は。どこ行った？反対側行ったな。よし、あ、ててててて回復して、で多分この動きを見てれば、あ、いてててくそ、嫌な動きすんな。どこ行った？右、おーっと危ない。どこ来るぞー。よし、ここ落ちたらなんか毒の沼的な感じでしょこれ。あー危ねー、くそ、あぶねえ。水面の動きを見れば動きが分かるから。おお、あぶねえ。やばいやばい、足場が、足場がちょっと、ほっほっ、あぶねえ。よし、あぶねえ。よし、ちょっと登って、なんか嫌な感じがするけど、おい倒したか、食らえ。おお、苦しんでる苦しんでる。おお、すごい暴れてる。お、倒したのこれ。あー、なんかなんだなんだ、今度はなんだよ、今度は水の中か。お、おい、世界が逆転して、あ、あ、おい、なんだ、どこに帰ってきたんだ。花？なんだあれは。なになに、急に急に、なんだよ、箱だ、箱？なんかお墓みたいな、棺みたいな感じだね。うん、棺だ。開けるぞ。心臓。おお、あれ何、父さん、父さん、今度はなんだ。え、なんか、父さん、よ、麦畑の、よ、なんだ、息子の呼んでる声が、あの夕日に向かって走れ的な感じか。なになになに、もう説明がないからわかんないよ。え、全然、ただただただだだっ広いだけだな。多分あっちに向かって走ればいいんじゃないの。あ、え、かくれんぼってか。とりあえず声を頼りに行くしかないな。ただただ広い。見て父さん、
何を耳打ちしたんだ今。さあまたロードが入るぞ。何が起ころうとしてるんだ。さて、まあ、ロードが入ってる状態。お、あ、彼らは戻った。暗闇で目を塞ごうとする者の心配はない。子供は生きてる。神々を讃えよう。何見てるの。お前と彼女の敵は同じだ。拒め。神殿の糧を。その食べ物は死者の肉で体内を毒する。さあ毒使いを抹殺し、邪悪なる者からメンフィスを救うのだ。私たちの救い手を称えましょう。おお、帰ってきた。タイムホテプについてパシェレンプタと会話。あんた一体何者だよ。まあ、とりあえず帰ってよう。こっちか。お、トロフィーを獲得しました。目覚めよ。うん、結構大事なところだったのかな今のシーンは。なんかちょっと物語の、まあ、分岐点といいますか、そんな感じですか。あや。お、あやじゃん。あなた大丈夫。ああ、お前のおかげでな。全然大丈夫じゃないですけどね。あなたの目は苦悩に満ちてるわ。何があったの。あの子の夢を見た。バイク。大神官の妻が毒を盛られた。どうやらその犯人は俺たちの追ってる敵らしい。トカゲなのだと思う。アピスの牛も死に瀕してるわ。神殿に行きましょう。あなたの夢の話も聞かせて。船なら早く行ける。あ、はーい。よ、それでエジプト全体のメジャーになるのはどんな気持ち。たまにアリの巣をたどってる気分になる。だが人々の役に立てるのはいい。私もそう。女王の役に立ててる。大神官とは話したか。ええ、女王が到着する前に。あ、危ない危ない。ワニいるけど、ワニ。俺も、オモルフィ。もう大丈夫。なんだっけ。メンフィスに来るのか。ねえ。国を追われた女王が古きエジプトの中心にか。プトレマイオ星の警告になる。あ、なるほどね。あなたに会えて心が晴れたわ、バイク。あや。もはやお前だけが俺の喜びだ。俺のそばにいてくれないか。私は女王に仕える身よ。俺たちの絆は固く結ばれてるわ。でも結社のことを知ってしまった。だからって離れることはない。あ、女王と約束したの。彼女がそんなに特別なのか。水平線へと目を向けさせてくれた。失った悲しみを忘れはしないわ、絶対。でもその悲しみよりも大きな世界を築きたいの。同じ苦しみを味わう母親が二度と現れないように。トカゲを始末したら。もしそれが叶ったら私はメンフィスを離れる。俺も共に行く。なるほどですね。アヤはクレオパトラの、まあクレオパトラのね、まあ右腕的な存在になりましたからね。もうね、何から始める。
あたりを調べてみて。私は神官と話す。ああ、やっぱり歩き回るのは俺か。はい、捜索エリアに入った。病気の原因をいろいろ探らなくちゃいけない。これか。ちょっと調べましょう。牛の餌だ。残りはこの納屋に保存されている。なるほど。はい。なんやこれ、破壊でき、破壊できたわ。これか。桃の種、もしこれを食べたのだとすれば病気になって当然だ。桃の首飾りだ。双子の片方が似たものをしていた。なるほど。もう一人の首を確認した方が良さそうだな。はは。下はなんかいろいろあるな。ちょっと行ってみようかな。よいしょ。宝を回収する。宝ありそうじゃないこれ。はあ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 。お、あ、宝ある。お、コブラー。危ないー。危な。いてて、だいぶ削られたけど。いて、危ない。ヘビ強、こんな強いの。宝、よし、宝箱。おお、盾、盾か。盾はいいの持ってんだよな。ロケーションイベント完了。ファイジョン・ラメルの墓所。よし、とりあえずじゃあちょっと調べ、またちょっと調べましょう。この上だね。わあ、まあ、超強かったわ。確か。あ、あやや双子を話し。ここでの日課について教えて。思った通りだ。神官の片方に首飾りが。首飾りが。これは動物を殺す狡猾なやり方だ。姉妹たちよ、これは事故よね。なあ、違う。数が多すぎる。パンクラテスのためなの。何？誰だ？兄よ、盗賊に連れ去られたの。市場にいた時に神に毒を盛るように言われたの。やらないと兄をワニに食べさせるって言われた。以来ずっと眠れたことはないわ。本当にごめんなさい。どうしようもなかったの。決して。どうも妙だな。だが呪いではない。背後にいるのは結社ね。またやつらか。あなたはハトホルの神殿に行って、私は双子と残るわ。なるほど。双子の家、パンクラテスを探して救出。なるほど、承知いたしました。はい、というわけでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回はちょっとこの続きからね、プレイしていこうかなと思います。まあちょっと物語でもちょっとなんか大事なところ、分岐点ですかね、に来たような気がしますので、次回はこの続きからプレイしていこうかなと思います。というわけで次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。